どうもこんにちは、漫画家のカピーです。左利きのエレン、プラパトなどを書いております。今日はインディーズ漫画家話ですけども、インディーズ漫画家マインドっていうのは割とそのビジネス全般に使えるなと思いまして、ちょっとそういう話をしたいと思います。っていうのも、そのやり方で私もその漫画以外の、まあ、ビジネスちょっとやらせていただいてますけども、まあ、漫画家とかそういう作家業に限らず、なんかビジネスやってみようかなとか、なんか新しいこと始めてみようかなって思った時にちょっと役に立つ考え方、マインドなんじゃないかなと思って、結論から言うと、新しいことを始める時にハードルをどこまで下げれるかっていう、ハードルっていうのはそのまあ参入障壁というか、まあ、心理的ハードルですよね。漫画家になろうって思った時に、その最初の1ページ書ける人って多分本当一握りだと思うんですよ。仕事でもビジネスでもなんか起業しようとか思っても、その登記すらやっぱりハードル高いじゃないですか。そこのその、まあ、ハードルをどこまで下げれるかっていうところが、その、まあ、成功への道というか、その挑戦への道だと思ってて、つまりその挑戦できるだけですごいんですよ。その挑戦までいかないんです、ほとんどの人は。だからそこのハードルをどこまで下げれるかっていうのを、その割とその漫画に限らず今までずっと思って生きてます。僕が漫画描き始めた時は、その画材へのこだわりがあって、そのいいものを使うとかじゃなくて、逆でそのコンビニで手に入るものだけ使う、でコンビニで手に入らないものは画材として使わないっていうのをやってました。コンビニで買えるボールペンとコンビニで買える紙で漫画を描き始めました。まあそれがいい、その漫画家としていいか悪いかはちょっと一旦置いといて、そうした理由の方が大事で、なんかさ、ちょっとこだわったペンとかを使ってて、そのインクが切れた時に、あ、もう店やってないわとか、そのちょっと隣の駅まで行かないとないわってなると、そこでやめるんですよ最初のチャレンジ。仕事になってたらさ、それはどこだって買いに行くけど、買いに行くしストックしとくだけど、そのせっかく始めようと思った時に画材が切れちゃったら、もうそれでやめるんですよ。ジムとかもそうですよね。ジムに通う習慣ができるまでが一番大変で、始めるハードルも下げたし、継続のハードルも下げたというか、継続のコストを下げたというか、どうしたら途切れないかをすごく考えてました。始める際に使うお金を極力少なくするっていう、まあ、いきなりなんかその画材一式とか、そのタブレットとかを購入しちゃうと、まあ、お金かかるじゃないですか。それ自体がその障壁になってるんで、そこもできるだけ下げる。とにかくもういかに安く、いかに手頃で、いかに楽に続けられるかっていう状況で始めて、こだわり出すとダメなんですよね。でもっと言うと、そのもう分かってて、素人のこだわりって知れてるんですよ。そこが知れてるんですよ。つまりその漫画家でもなかった僕が、そのこだわって選んだ画材って別になんか正しいかどうか分かんないじゃないですか。プロになった後に、プロだからそのちゃんと画材選べると思うんですよ。画材ってそのタブレット系とかも含んでるんですけど、そのまあ一周回ってやっぱりそのネーム仕事が多いから iPad が最強とかさ、そういうのが分かってくるわけじゃないですか。いきなりさ、素人が考えた俺の最強の装備って大抵そのなんか過剰だったり足んなかったりするんで、だったらもうヒノキの棒で行けるとこまで行くっていう。だからあれっすね、だからヒノキの棒でそのダンジョンまで行っちゃったらやられちゃうんだけど、ヒノキの棒で街の周りをぐるぐる回るライフハックみたいな、なんか最初のうちはそれで経験値稼いでたって感じの感覚ですね。ジム行くっつって、もうそのトレーニングウェア買いに行こうかとかさ、ジムもなんかライザップがいいのか、なんかこいめっちゃ調べた結果、なんかよくわかんないし高そうだな、お金かかりそうだなみたいになるんだったら、もうパジャマでスニーカー履いて街を走ってくるみたいな、なんかそっちの方が早いっていうか、やんないよりいいんですよ。でそれでさっきのもうボールペンでもいいから漫画を描く、
もうパジャマでいいから走ってくるっていう、それでも参加したには変わりないじゃないですか。漫画家予備軍とか、その運動予備軍とかさ、なんかそのいろんなビジネス予備軍とかさ、その予備軍の中に参加したことには変わりないんで、その参加できないんですよ、みんな。参加するのが一番大事なんで、とにかく最初は参加しただけで、あとはそこからどう順位を上げるかっていう、そこを考えられるようになるっていうのがミソですね。だから本当にもう何でもいい、とにかく始めるっていう。で、で始めた後、ここからどうステップを踏んでいけばいいかっていうところなんですけど、まあ、自分の中で何か指標を持って、その例えば僕のその漫画のケースでいうと、その最初ボールペンとコピー用紙状態で、まあ、バズって何か仕事来るようになって、でも仕事もコピー用紙とボールペンで臨んでたんですよ。だからサントリーの仕事とかも僕ボールペン、あのコンビニのボールペンでやってましたし、あのホンダの仕事もボールペンでやったし、 NHK の仕事もボールペンでやったし、とにかく全部ボールペンで乗り越えてきたんですよ。でもそこでターニングポイントがあって、Kindle で本出すようになったんですよね。で Kindle で本出して何冊目か、行った後に、忘れもしない左利きのエレンの第、5部ニューヨーク編の後半を書いてる時に iPad に乗り換えたんですよ。なんかあった時にもう一台 iPad 買うぐらいはまあなんとかできるじゃないですか。その再現性がある環境っていうの で、あとそのウェアラブルなあの環境っていうので iPad を選んだんですけど、 iPad Pro でその今作画して、今なおその iPad Pro を使ってるんですけど、まあ買い替えはしてますけど iPad Pro だから、ボールペンから iPad Pro に切り替えたんですよ、本が何冊か出た後に。でなんでそのタイミングだったかっていうと、本を何冊か出して、まあちょっと裏を言うと、あのジャンププラスから声かかってたんですよ。あのジャンププラス、ジャンプスクエアから声かかってた時なんで、正直、漫画仕事にできるってやっとそこで思ったんですよ。それまでサントリーの仕事とかさ、あのホンダの仕事とかさ、かやってたんだけど、それでもやっぱり疑ってて、あの集英社の連載が決まったあたりで、うん、さすがに漫画家になるってなったんですよね。それまで半信半疑だったの。ここの、まあ、要点を言うと、まあ、うまくいきそうだったらの、その装備を豪華にしろって当たり前のことを言ってるようなんだけど、ギリギリまで粘った方が良くて、すぐみんなそのヒノキの棒を捨てちゃうんですよね。割と僕だから、そのデビューして丸1年ぐらいは棒で戦ってましたから、まあ、ここぞって時にそのリソースを投入するのはそのいいんだが、それがわりかしなんか早すぎると、そのやっぱり続かなくなっちゃう気がして、そのまあそこの見極めですよね。そのここだっていうところは、まあちょっと個々人で感じ方違うと思うんであれですけど、僕はかなり慎重派だったんですけど、他の仕事において言うと結構慎重に越したことはなくて、例えばなんかアパレルとかだと、その僕が今やってるその AK5 とか、そういうアントレスモだったと思うんですけど、その最初 T シャツからスタートしたんですよね。 T シャツ1枚作りました。で、あの AK5 はあの今もその多分 Google とかで AK5 T シャツとかで検索すると出るんですけど、なんかそういうのがまずあって、それはもう本当にさっき言ったように、どれだけその参加のハードル下げれるか。 T シャツだったらそのボディを選んで、そこにプリントするデザイン決めて、まあまああの、まあ、素人でもその T シャツを作ろうと思ったら、なんか大体イメージは湧くじゃないですか。でそれで、まあ、T シャツがうまくいって、じゃあ次別のアイテム作ってみようかみたいな、そうでやってって、で AK5 に関して言うと、それをこう頑張ってなんか繰り返していったら、あれこれ本当に AK5 ってなんか作れんぞってなって、その後新月を作ったんですよ。だから新月の前に結構その私の読者が AK5 ってものを受け入れてくれてるっていう感覚があったんで、じゃあ新月作ろうって、新月を作る時には思いっきりリソース投入して、でリソース投入っていうのは、その自分の時間っていうリソースもあるし、あのお金っていう意味もあるし、あのだから要は売れなかったら赤字になるっていうリスクを背負うっていう資金投入っていうのをやって、そのリソース投入っていうところでもう一個なんかセンスが問われるリソース投入のカテゴリーがあって、それがコネクションなんですよね。よくいるんですけど、あのコネクション
はリソースだってちゃんと分かってない人がいて、つまりなコネクションってつまり減るんですよ。でどういうことかっていうと、例えばさ、私が AK5 一緒に 作らせてもらってるビンの阿久津さんっていうそのファッションのディレクターの方がいるんですけど、その人にもう何の準備もない状態で、何にも試してない状態で、なんか洋服一緒に作りましょうよっつって失敗したら二度と頼めなくなるじゃないですか、せっかく知り合いなのに。だからなんか そういうコネクションっていうカードを切るタイミングが早すぎる人が多くて、だから僕もなんかちょっとその逆の立場でそのカードとして使われる時も結構最近増えてきて、だから後輩とかにはね、その結構注意する、あのなんかカッピーさん紹介したい人がいるんですよでいいんだけど、結構その覚悟しろよっていう、そのそれでなんかもうとりあえずなんかあのカッピー紹介してよって言われていいっすよっつって紹介してさ、なんか適当な相手だったらさダメだぜっていう、ちゃんとその紹介してくれるんだ、なんかお互いウィンウィンになるさ、そいつ お前の顔を潰さないために行くけど変な相手じゃないよねとかさ、変な仕事じゃないよねとかあるじゃん。なんかだからなんかそのやっぱ僕昔からのつながりで、そのただの友達、昔からのつながりっていうその純粋な関係からやっぱ仕事が頼まれると、そのやっぱり無条件で受けようって思うのよ、その条件云々じゃなくて。でもその時にさ、やっぱ変な仕事だとがっかりしちゃうじゃん、お互いに。だからそのそういう時こそ、そのお前そこでそのカード切るのかよみたいなのってあるんですよ。なんかその持ってるからってすぐ使っちゃうやつ、なんかゲーム下手なやつ、なんかあ強いカード持ってる切っちゃえみたいなさ、いやいやいや今じゃないだろみたいな。だからそのコネクションは意外とそのリソースとして考えて、その使ったら減るものだ基本で、うまくいったらその信頼度アップみたいな感じでもう一回使えますみたいなさ、そういうもんだと理解してない人が割とではない、まあ、たまにいますよねっていう。だからその始めるのは、まあ、最初の話まとめる、スモールスタートでもうコストゼロで始める、でそこからいけるって思ったらリソースをドンと追加する、ヒューマンリソース、自分の人的資本投入して、まあビジネスにの内容によっては自己資金投入して、でコネクションを持ってるカードも今だって切る、そのタイミングを間違えない、そこでバシンリソース投入して、でそれでうまくいきましたってなった後に最終ステップでビジネスのことを考える、あのマネタイズを考えるっていう、なんか最初のその割と今のここまでの下りの途中でいちいちお金稼ごうとする人がいますが、どっちかっていうと、いやそれも大事なんだけど、そのでも割とそのインディーズ漫画家とか漫画家志望の人もそのやっぱりカードの枚数が選択肢の数なんで、そのやっぱり例えばあの A の出版社の A さんしかつながりないから、この人にダメだって言われたらもう俺漫画家になれないんだとか、なんかそういうこうなっちゃうのもよくないなとは思う。だからそれで A の出版社もあるし、 B の出版社もあるし、 C の出版社もあるし、なんならインディーズ連載って選択肢もあるってなったら、あのどれが一番自分に適してるかってできるじゃない。その時期にさ、いちいちお金ってなってたら、やっぱりその毎回その自分のリソースとかも全部なんか、要はさ、このちっちゃいところでくる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 回ってる状態になっちゃう。ちょっとしたカード手に入れたらすぐ使っちゃう、ちょっとした時間も、このまとまった時間じゃない、ちょっとした時間、あの5日間使って、こうなんか なんつうの、そのそこでなんかちま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 やるんじゃなくて、ある程度こう実績と経験とコネクションと、まああと貯金ちょっとお金貯めといて、バババババって、ある程度いろんなものが満ちた時に、例えば漫画だったら長期連載が始められるとか、要は漫画家とか、その結局そのまあビジネスマンの中でもその経営者とかは特にそうだと思うんだけど、その結局そのお金ってあの活動資金なんですよね。だエヴァの活動限界みたいな感じで、あのタイマーがあるんですよ。だ例えばあの口座にさ300万入っててさ、300万あったらまあ
半年活動できるかとかさ、なんかその活動限界の数値でしかなくて、だから連載始める前とかにやっぱりちょっとは貯金ないと怖いじゃんとか、なんかビジネス始める時になんかその、まあ、出資とか募るにせよその、まあ、ちょっとキャッシュがないとやっぱり身動き取れなくなっちゃうじゃんとか、そうだな、その当たり前の話をずっとしてるんですけど、そのとにかくそのまずはその参加のハードルをコストをゼロにする、でなるべく苦労なく続けられるようにする、でギリギリそのこうリソースを貯めておく、でここぞって時にリソースを初めて使う、なんか始めた瞬間からそのお金を一なんだろうな、お金お金ってなってる人割と多い気がして、そのお金は後からついてくるっていうのもちょっと違うんだけど、なんでお金を稼がない、その作家とかさ経営者がさ、なんでお金を稼がなきゃいけないかって言ったらさ、その活動できる時間が増えるからなんだよね、その最初のうちは。そのもうそれそういうもうあこうあもうお金が溢れちゃったらそのさ別のことに事業とか立てられるけどさ、最初のうちはその活動資金だからさ、なんか活動することが目的であって、コネクションを作るのが目的であって、ファンを作るのが目的であるから最初のうちは、であのそれを折を見てそのカードを切っていく、もとい当たり前の話になっちゃったけど、まあ要はポイントとしてはそのとにかく参加のハードルをまず下げる、ヒノキの棒と布の服でどこまで経験値を稼いでどこまでゴールドを貯めれるかっていう感覚かな。広告案件とか受けるんだったらサントリーとかさ、ホンダとか NHK とかヤフーとかさ、なんか僕はその辺のもう最初の方が一番そのクライアント絞ってて、あの変なクライアント絶対やりませんって言ってて、なんでかっていうとその最初の頃だから、お金がいいからとかじゃなくて、そのファンが喜んでくれるかっていうのでクライアント選んでた。サントリーの仕事やったら絶対ファン喜んでくれると思ったからやったし、まあお金は二の次でいいっていう その時期だったから。今はお金めっちゃ取ります。今はめちゃくちゃお金取ってますけど、この仕事をやるとみんなが喜ぶっていう仕事をやってました。まあそんな感じでその似たようなあの同じ境遇の近い境遇の人があんまり多くないような世界な気もするんで、あんまり参考にならないかもしれないですけど、まあ何でもすぐ始めちゃうっていうマインドは割とその今まで何にせようまくいってたなと思って、最初から無理しない、背伸びしないっていう、例えばこの YouTube なんかもその今登録者数5000人ですけど、そのだから全然なんですけど、なんか喋るの別に苦じゃないんですよ僕。なんか喋るの好きだし、その編集するのもなんか好きなんで、そのあ自分で編集してる、もちろん自分でそのプレミアで編集してるんですけど、でそれでなんか YouTube にアップしてとか全部自分でやってるけど、なんかそれは別になんか楽しいんですよ、好きなんですよね、楽なんですよ。だからあ俺 YouTube 続けられるなと思ったから続けてるし、 YouTube はそれで言うとまだこうリソース投入のフェーズになってなくて、だからあのまあもしかしたらこのままなんないのかもしれないけど、一応1万人超えたら、登録者数1万人超えたらリソース投入のタイミングにしようと思ってて、つまりさっきのことで言うとカードを切る、例えばコラボする、あのお知り合いの誰かに声かけてコラボさせてもらうとか、やるのは せめて1万人いないとちょっと恥ずかしいなとか、あとはその、まあ、今そのたまたま奥さんがね買ったカメラを使ってやってるから、まあそれなりのカメラを使ってるんですけど、その機材系、そのやっぱ音声とかそんなに聞き取りやすくないと思うんで、なんかマイク買ったりとかさ、まあ YouTuber が揃えるものがあるじゃないですか。まだ調べてもない、あえて調べないようにしてます、まだその段階じゃないっていう。だから登録者数1万人超えたら本気出すっていう YouTube チャンネルなので、でもそういう感覚で生きてるんですよ、とにかくその YouTube に限らず。 YouTube は1万人まで自分であの好きなだけ好きなように続けるっていう、だから不定期だし別に内容とか決めてないし、なんかやれてるっていう、でその状態を結構そのちゃんと経験しておくと、そのいざっていう時にあのどこまでコスト下げれるかが分かるじゃないですか。つまりその一回そのグロースしそうになったとしても、あの後々
やっぱり思ったように稼げないっつってちょっと撤退することとかあるじゃないですか。その時にじゃあ最初のヒノキの棒の状態に戻したら、まあ、最低限これぐらいのものはできるなとかさ、なんかそういうなんか松竹梅の梅を知ってるっていうのはその継続っていう意味ではすごく大事だと思ってて、その要はトップギアしかない車ってさ多分事故るし止まれないじゃないですか。だからなんかそのちょっと低速モードをちゃんと分かってるっていうのはクリエイターとしても経営者としても大事なのかなとか思いってな感じで、今日は、クリエイタービジネスマン必見のちょっとその小話をさせていただきましたけども、なんか今日はねちょっとまとまんなかったね。なんか一応だからリソースをかけないっていうモットーのもと、まあ、軽くメモしてそれを見ながら喋ってたからちょっと支離滅裂になっちゃったかもしれないですけど、まあ、1万人超えたら本気出すんで、ちゃんと原稿というか話す構成とか考える時間を作ってとかリソース投入してとかやれると思うんでよかったらチャンネル登録などして応援してもらえると嬉しいです。これからも左利きのエレンはじめ私の作品、漫画家としての活動などを発信していくと思うのでよかったらよろしくお願いします。いいねもよろしくお願いします。ありがとうございました。